皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？厚生労働省の2019年の調査では、日本の離婚率は 35% ほどで、結婚したカップルの約3分の1が離婚しているんだそうです。そんな中、離婚の原因の第1位は、性格の不一致なんだそうです。皆さんはどう思いますか？ある一組のご夫婦がカウンセリングにいらっしゃいました。こう奥様が話を始めました。主人は無責任なんです。私が何かを頼むと、口ではいいよと言うんですが、実際にはほとんどやりません。主人が何もしないから、私がその分忙しくなってるんです。そういうことを少しでも言うと、主人はシャットアウトするように口を閉ざしてしまって、まるで私がいないかのように振る舞うんです。ご主人に聞きました。どうしてそうなってしまうんですか？するとご主人は、手伝おうとは思ってるんです。でも私が何かやるたびに妻は口を挟んできて、ああしろこうしろと自分のやり方を私に押し付けるんですよ。家事をやっても妻は感謝するどころか、私のやり方とは違うと言って文句を言うだけなんです。ちゃんと皿が洗えてないとか、やり直せ口うるさく言われたらやる気がなくなるのは当然じゃないですか。どっちにしたって文句を言われるんだから何もしない方がいいなと思って。すると奥さんが、だって結局私がやり直すことになるんだから。主人は自分の考えをはっきり言わないんです。ずるいですよね。嫌なことがあるとすぐ逃げてしまう。子供を叱るのだって私の役割です。主人は遊んでるだけだから子供に好かれてるんです。普通叱るのって父親ですよね。するとまたご主人。でも言われた通りに叱っても結局妻にぐちゃぐちゃ言われるだけだから。それに子供のことって母親の方がよくわかりますよね。困りましたね。お互いに相手を非難するだけで、いくら話を聞いていても意見は平行線のままです。このご夫婦の意見がこんなに食い違うのは、二人の性格が合わないからなんでしょうか。性格の不一致ってどうしたら乗り越えることができるんでしょう。皆さんならどんな風に答えるでしょうか。実は結婚している夫婦は全員性格が不一致です。それは相手が自分と正反対だからこそ惹かれて、そういう人を選んでみんな結婚してるからなんです。さっきのご夫婦の会話をよく見てみると、夫に腹を立てて言葉で圧力をかけることで夫を変えようとする妻、また妻に腹を立て妻をシャットアウトすることで変えようとする夫、こんな構図が見えてきます。つまりどちらも力を使って相手を変えようとしているところが問題なんです。こんな状態を心理学ではパワーゲームと言います。どんな人でも誰かに支配されてやらされるということは嫌なので、パワーゲームが一度始まるとその人間関係は必ず悪くなっていくんです。これは夫婦の問題だけではなくて、あらゆる人間関係でそうなんです。だから誰かが先にパワーゲームから降りるということが問題を解決する鍵になります。カウンセリングを進める中で、このご夫婦はパワーゲームで相手を変えようとするよりもいい方法がある
ということを理解してくださいました。ご主人は妻に小言を言われた時、もう少し優しい言葉で話してほしいと伝えることで、その後の会話の流れがすごく変わることに気がつかれました。僕が家事をやったり子供を叱ったりするときは、基本的に僕のやり方でやらせてほしい。もしそれが嫌なら小言を言わずに自分で気持ちよくやってほしいんだ。どうしても僕のやり方を変えてほしいときは、嫌味を言うのではなくてお願いをしてほしい。こんな風に伝えるようになっていったんです。奥さんも、あなたにシャットアウトされると私はすごく不安な気持ちになって言葉が余計きつくなってしまうの。そういう時は後で話すから少し時間を欲しいんだと言ってほしいと伝えるようになりました。どんなやり取りがパワーゲームになるのかを理解して、選ぶ言葉を変えていくことで、このご夫婦の関係は劇的に変化していったんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では、また。